こしを川の中で担いでたんですね、昔。特別にかけられた橋。みこしを渡御させるための特別の橋が かけられてたんですね、当時。こうになってます。洛中洛外図屏風ですね。なぜか米沢氏が所蔵しているという洛中洛外図屏風になってます。じゃあリッツカールトンホテルですね。二条橋です。向こう池大橋です。この辺りまで来るとかなり高低差が激しくなって、鴨川のこの段差も、距離が近いですね。次の段差に対して距離が近くなってます。それと水の流れ結構急ですね。特に四条大橋過ぎて、松原大橋を越える辺りから結構流れはですね、もう緩やかになっているという、そういう状況だと。この辺りはもうかなり流れが急です、ね。リッツカールトンホテル。高崎線があって、多分4階建て、3階建てか4階建てぐらいですね。かなり流れが急になってます。これだけ水量が豊富というのはすごいですよね。まあ、北山連峰なんですけども、 あの山の周辺から水が集まってきます。さらに奥の、まあ、広ヶ原というところがあるんですけども、広ヶ原まで行くと今度はですね、ぐるっと回って桂川に流れてくるという、まあ、そういった感じです。で、広ヶ原から先北の方に行きますと、今度は由良川という川、日本海に注いでいる由良川になります。こう見てもかなり傾斜がありますね。南に向かってかなり傾斜が急ですね。普段はこちら石が飛び石になってまして渡れるんですけども、今日はさすがにこれ水量が多くて渡れないです。
リッツカールトン4階建て、3階建てどちらですかね。3階建てのような感じですね。この界隈まで来ると自転車が盛んに走ってます。あちらがですね、琵琶湖疏水の放水口ですね。まあ、本来はこう鴨川沿いの堤防の向こうを流れてるんですけども、まあ、余分な水を鴨川に放流しているということですね。かなり下りになってます。自転車で漕いでも分かると思うんですけども、かなりこう上りがきついですよね。北に向かう場合は、南に向かう場合は結構楽な感じですけども、もう二条橋から丸太町橋まではそんなに距離ないです。かなり放水されてますね。まあ、おそらく琵琶湖から流れ入ってくる、まあ、琵琶湖自体の水位がかなり高くなってるんだと思います、まあ、雨のせいで。まあ、なかなかここまで放流されてるっていうのはあんまりこう見たことないような。こちらですね。まあ、恵比寿川ダムというダムがあるんですけど、この上流に、まあ、そこで調整しているような感じですね。かなり靴道が出てますよね。椅子を持っていい感じです。こちらではもう宴会状態になってますね。暑いとは思うんですけど、外国人の方ですね。
丸太町橋が見えてきました。この丸太町橋を渡ってみたいと思います。またいずれですね、丸太町橋より上流はまた来てみたいと思います。この部分だけはですね、結構流れが緩やかになってます。ちょっと橋の橋脚があるせいで中洲になってますね。こちら横オーバーとですね、今スーパーフレスコが入ってますね。とかいろいろその他テナントが入ってます。まあ、入校バッジの最初の女学校みたいな感じのところですけどね。こちら丸太町橋です。こちらがですね、横オーバーです。横オーバーと、本邦高等女学校になってますね。横オーバーと現役で、使われてます。こちら丸太町橋、ずっと先ほど通ってきた道ですね。こちらが丸太町橋のちょうど中央になってます。下流を眺めてます。こちら女工場、一つ下流の橋が二条橋、次の橋が高人橋で、その次が今出大橋で、その後二方向から右手高野川、左手、鴨川、名前が変わって、加えて茂る鴨川になってますが、合流して、鳥の鴨の鴨川になってます。やっぱ鴨川の遊歩道ですけど、やっぱこちらの東側の方が人の
通りが多いですね。人と自転車の通りが多いです。でこちらが丸太町橋。なぜか丸太町大橋とは言わないですね。丸太町橋、丸太町橋と言いますね。以上、鴨川西側の遊歩道でした。